ソウル広場は、大韓民国の首都ソウルの中心部が核にある広場で、ソウル特別市市長町前にある。かつては商工門路、南大門路、太平路、ウルチロ清掃寺、武教道路を結ぶジャンクション的役割を担っていた、交通の要衝であったが、車道を削り、現在の広場が作られた。ソウル広場の歴史は、構想が、 ロシア公使館に避難した後、喜び運宮に帰ってきた1897年から始まる。皇帝になった構想は、国の基礎を新たにするために、特殊具大関門の前を中心にする放射線系道路を築き、先方に寒暖球を設置したが、これがソウル広場の原型であると言われる。日本統治時代の1926年になると、現在のソウル市庁舎が、 形状不調者として建設される。2002FIFA ワールドカップの野外応援がソウル市長前で行われたことを契機に市民の間に広場建設の機運が高まった。また、極端に少ない横断歩道、市長前ロータリーの複雑な車両の通行方式の改善が必要なことから、広場の造成が2004年5月から検討された。広場には、芝生、舞台、噴水、陶器には、 スケート場がオープンし市民がくつろげるスペースとなっている。広場に隣接する旧市庁舎の建物のすぐ後方に流線型の斬新な新庁舎が建設された。旧市庁舎は日本統治時代の残滓として撤去しようという意見と貴重な建物として残すべきという意見が対立していたが結局残されることになり一部は図書館として活用されている。 新視聴者は2008年に計画が発表された。株式会社アイアークのユゴル代表によるデザインで、伝統、市民、未来というコンセプトが込められているという。また、ワウコリアによると、デザインは韓国伝統家屋の曲線の美などを生かした伝統建築様式が用いられた。新視聴者は2012年7月18日にソウル特別市長として竣工し、 同年9月1日から運用を開始した。ソウル市が新庁舎での業務開始2012年10月14日10時46分、中央日報ソウル市、新庁舎デザインを、確定12008年2月19日15時41分、中央日報ソウル市新庁舎の最終設計案、確定、2011年観光2008年2月18日17時15分、配信。 ありがとうございます。